音楽を始めたきっかけなのかしら難しいまずあの大学と音楽って全然違うんですよね、もちろんで、始めたきっかけ中学生の頃に、まあ、自分でサンプラーを買ったりしたり、あの自分で作れるような機材を買って作り始めたのが一番最初の中学生の時、中学生の時だから14歳とか20年以上前 でそれ作っていたところファッションショーとかの音楽をやってみないかなって言って、で高校生の頃ファッションショーの音楽を作り始めた。でそれ仕事 で、で高校生の時そうですね、そう17歳でちょうど今年が20年目で仕事がそうで、まあ、それ始めたのがきっかけになったので、学校はまあ普通に大学行ったり、普通の大学じゃないじゃん、ちょっと偉い大学で、哲学となんか美術中はそれも結構なんか結構並べなんてならないじゃないな、そう、あでもどういった、まあ、高校生ぐらいの時はいろんなことに興味があったので、もちろん音楽が一番で、でも音楽をやる時にいろんな美術の影響であったり何かそういうことを学びたいなと。で、まあ、もう一個は今もそうなんですけど、僕は多分ミュージシャンっていうよりはもうちょっとどういった、まあ、作る人、なんか音楽家ではにはなりきれない、例えばピアニスト上手い人いっぱいいると思うんですけど、その意味でいろんな美術、いろんなものづくりっていうのを僕は知りたいなと思ったのがきっかけだったので、大学がすごい緊張してなんか緊張してる、あの、はい、そう、あと、まあ、大学はこれは多分なんか韓国のすごい受験で大学に入るのすごい大変で、いろんな話を聞いたり、でもなんかなんとなく僕は思うには大学は自分のやりたいことよりはなんかやらないことをやった方がいいかなと。例えば今美術の勉強しようと思っても多分できないので、若い頃に自分が多分やらないけど大事だと思うことを やる方がいいかなと。